はい、100カ国トラベラーの熊本文です。皆さんは旅を楽しんでいますか？荷物が重いとなかなかアクティブに動けないですよね。私は今までたくさん旅をして、やっぱり荷物が軽いっていうのは一つの価値だと思っていまして、なるべく身軽に旅しています。このリュック、このリュックとこのウエストポーチ兼なんかこうやって斜め掛けとかもできるバッグ、この2つでだいたい旅しています。移動するときにはこれ持って、あと街歩きを楽しんだり観光するときはこれはホテルに置いといて、これだけで旅をしています。今日はですね、この中に何が入っているのか、なるべく荷物少なく旅するには何を入れていけばいいのかなって思ってらっしゃる方に、この中身を包み隠すことなくお伝えしようと思いますので、ぜひ参考にしてください。もちろん必要なものには個人差があると思うし、あと季節によってもね違うと思いますので、まあ、参考になればと思います。航空券をプリントアウトしたもののファイルが一つ、これは交通機関用ですね。そしてこっちがホテル、予約したホテルの詳細 と予約してありますよっていうなんかブッキングの資料をプリントアウトしたもの、そしてその地図をちょっと分けてファイルに入れてます。で、今回重宝したのがのど飴、これ100均のケースに入ってるんですが、もうだいぶ減ってますね。ロッテのかりんのど飴、現地の人にも大人気でした。で、ちょっとこっちでは使えない、日本の硬貨なんかもちょっと入れてたりします。冬場だと2袋ぐらいあった方がいいんじゃないかな、重たいけどね。のど飴結構乾燥してますし、現地の人も風邪をひいてる人が結構いたので、ちょっとしたコミュニケーションにも役立つと思います。ありがたがってもらいました。で、ティッシュ、いろんなとこからもらったやつそのまま持ってきて来てなくて恥ずかしいんですけど、だいたい 1,2,3,4 5個ぐらい持ってきましたかね。トイレットペーパーがないところがたまにあるので、あと鼻水が出たりとかね、そういった時に役立ちました。まあこれが私の小物コスメ類なんですが、恥ずかしながら100均のもの多いです。100均のもの、これは現地で日本人にいただいたローズ水、リフレッシュにすごく香りがよくって、化粧水代わりに役立ちました。私化粧水は持ってきてないんですよ。もうクリームと、あと BB クリームと、アイラインと、まあ、シャドウと、もうなくなっちゃったんですけど、ワセリンが保湿にすごく役立ちましたね。寝る前にワセリンを塗って寝る、あとは BB クリームですかね。そしてこれがプライベートでも、いやいつもプライベートなんですけど役立ってる、あんまり、きつい成分の入ってない優しい日焼け止め、そう日焼け止めです。これを今回も2つ持ってきましたね。あとマスク、ヨーロッパの人全然マスクしてないので、最初はしてたんですよ、私もマスク、ちょっと風邪もらっちゃ嫌だなと思って。でも途中からもうなんかね、酔っ払いになんだあれとか言われたんでやめてまして、でも夜は部屋がすごく乾燥するのでいつもしていました。で、飛行機の中でももちろん必須ですし、アジア圏に帰ったら必ず使いますので、だいたい何泊数、泊数プラス4枚ぐらいあったらいいかなと思います。これもパウチ付きの、ジッパー付きの袋に入れてます。
絵はがき類、だいたいまあお値段は言いませんがお手頃でいい感じ。ただこれね、匂いがいいんですよ。匂いが、なんか現地の匂いいいですよね。タオルは割と使いませんでしたね、ホテルでは。でも外に出た時リュックを背負って坂道結構歩いたので、昼間は暑くてこれを背中に敷いて汗を吸収させながら歩いてました。トルコ航空のアメニティに入っていた、なんか安っぽい、すごい不織布でできたスリッパなんですが、これ結構役立ちましたね。なぜかというと、私一応このこれも、まあ、100均で買ったんですけども、ビーチサンダル持ってたんですけど、靴下なので履けないんですよね。ですからこっちをもう利用してましたね。春カイロ、10時間ぐらい効くやつなんですが、ミニサイズで3つ持ってたんですよ。最初の宿ってエアビーで撮ってたので、エアコンがついてないお部屋だったんですよ。その時にはこの、もう一つ10個すごく役に立ちましたね。これは私いつも旅する時に持ってってる。これもまあすいません、ダイソーで買いました、300円の目覚まし時計。これはスマホを私使いこなせてないのでアナログ人間なんでね、こういうのが飛行機の乗り換えの時に空港で6時間ぐらいあると寝過ごさないように目覚まし時計で、起きてます。じゃーん、いろんなコード類、充電する時とか、これスマホですね、充電。これだいたいいつも差しっぱなしにして外出してます。こちら充電器ですね、1万なんとか使えます。これ便利ですよ。1500円とかそれぐらいだったんですけども、ここにこういうのもついてますしね。割とね、これ長いコードのやつが便利だと思います。カバンの中から取り出して紐をくっつけたまま使えますし、ベッドサイドに充電のソケットがないところも多いので、遠くから差し込んで使うことがまあまあありました。そういう時にすごく役に立つ長い USB コード、役に立ちますよ。そしてやっぱりこのなんかこうソケットが違ったりするので、これ付け替えができるやつ、これも便利ですね。ヨーロッパだと三つ穴のソケットがあったりするんですが、これをこの白い棒をこっちかひゅっと一本刺して、でこれが下二つにさせたりしますからね。三つのやつでもこれとこれでやりきれます。はい、便利、軽いしね。これ一個買っとくといいと思います。それからじゃん、湯船派の私にはこのね、もう使い古してるんですが、ゴム栓が役に立つんですよ。ただ今回役に立ってくれませんでした。サイズが合わないんですね。ちょっとここがね、深すぎたんです。ヨーロッパのは今ねお風呂から持ってきたんですが、これ浅いんですよね。だいたいこれ8ミリぐらいかな。で直径が4センチ8ミリぐらいのやつを持ってくといいと思います。湯船はあるのに線がないってことがね、まあまあありますので、これ持ってくといろんなところで、入浴が楽しめると思います。やっぱバスタブに体浸したいですもんね。ただ最近はやっぱりねエコのことを考えて、湯船にお湯を食べるのは贅沢だ、地球のためにそんなことはおよしなさい、なんてことを言われることがあるので、外国人の方には言わない方がいいかもしれません。でも日本人はね、やっぱりね。さあ、そしてこれが私帽子なんですが、はい、これちょっとわかります？ゴム紐つけてます。これ日本でもつけてかぶってるんですが、自転車に乗るときにね飛んでっちゃうので帽子が、
これ必ず私いるんですよ。ダサいですけどもやっぱ実用的じゃないとね。でヨーロッパ風が強いところ橋の上とか観光してるとやっぱグワーッと飛ばされそうになることがあるのでこれはやっぱり必要だと思いますね。すごくね役に立ってくれました。このゴム紐つけといてください。ね、かっこ悪いけどねこれ大事だと思います。かっこより飛ばされない。そして冬場のヨーロッパ観光、これはねこれもすいません100均です。ネックウォーマー、これ一つで全然違いますし、あの周りで咳をし始める方がいらっしゃるとこれをねあの鼻元まで持ってってマスク代わりにすることもできるのですごく役に立ってくれます。ネックウォーマーいいですよ。100円か200円だったな。ダイソーさんありがとう、安くていいもの。こちらはリュックの中に入っております針金ハンガープラスピンチが1、2、3、本当は4つ持ってきてたんですがどっか行っちゃいました。これあのいろんなこう洗濯をしたりしてこうやって乾かすこともできますし、それからあの本当にこの洋服をかけることもできるしね、ちょっとバスルームで洗濯をして乾かす、窓辺で乾かしたりするのにすごい便利ですよ。まあ、もちろんクローゼットの中にねあったりするんですが、足りなかったり細いものがいいなという時がありますのでね、ピンチが挟めるこういった針金ハンガー便利だと思います。ピンチは4つ持っていきました。さあこれらが私のリュックに入っているものたちなんですが、これ何だと思います？ゴミじゃありません。ですね、これが私のまあ下着とかババシャツとかぐらいですかね。ちょっと開けてみましょうかね。片手じゃ開けにくいな。いやでも開いた。これぐらいなんですよね。コンパクトにまとめてあると思います。我ながらちょっとね余計なものもあったんですね。今回は10泊11泊ぐらいなんですけど、じゃじゃーん、あ出す見るってやめときましょう。ま、パンツが5枚、靴下が5枚、ババシャツ3枚、プチタオル1枚ぐらいかな。結構ね洗面所で洗って干しとくと翌朝乾いてたりするので、こんなにいらなかったですね。まだ使わないまま靴下とかありますもん。ただねシャツはね、ババシャツは昼間汗かくので結構3枚は最低限あった方がいいと思います。一つプチタオルはいらなかったな。なんか使わなかったもん。まあでも几帳面な方は持ってったらいいと思いますよ。あとね毛糸のパンツ、冬場毛糸のパンツ、おへその上まである毛糸のパンツはエアコンのないお部屋ではすごくあったかく過ごせましたので、そういうところに泊まる予定の方ぜひ毛糸のパンツよろしく。冬の旅行、年末年始ヨーロッパかなり冷える、朝晩は冷えますね。昼間はあったかいんですけども、なのでね、私の場合はタートルネック、まあ薄手かな、タートルネック、ウールじゃないですよ、アクリルの、アクリルの乾きやすいんでね、洗濯もしやすいし、これをもう一つ、今着てますから脱げませんが、これともう一枚、2枚ですね。そしてこれはいつも着てるあのベスト、毛糸のベストなんですね。すごくね目が詰まってて、これ父親の昔使ってた背広の下に使ってたベストなんですけど、すごいあったかいので、まあ、着脱もしやすいし、これすごくあったかい、重宝してます。寒い時にはこれ着て寝てもいいしね。ダサいですけどいいものはいい。そしてまあ風邪を防ぐ、これはまあ必須ですね、ウィンドブレーカー、これは冬用で、この中は割とごつ、片手で開けにくいぞ、これでいいや、
中にちょっとね裏地がちょっとだけ毛羽系の裏地がついてるやつですね、はい、あとフード付き、突然の雨にもこれフードついてると便利ですよ、はい、短めのそんな長くないやつですね。これも必須だと思います。急に雨降ることもありますから。あと靴、靴はですね、もうこれ世界一周してる時からこれじゃないとダメなんです。私メレル、メレルのジャングルモック、はい、本当はベントっていう風通しのいいやつが好きなんですが、女性ものはねなかなか手に入らないというか廃盤になっちゃって、今新しいの出てるのかな、ベントのやつ。これちょっとねごつくて重たいんですが、このホールド感がすごくいいので思わず歩きたくなるような、こう足が弾むスニーカーですね。もちろん紐がないのでねスッと履けますし、いいんですよね。メレルのジャングルモック、できる人はこれを履いている。黒だからちょっとねパンツを履くと割とフォーマルな場所でもバレないという、バレてる、これいいですよ、うん、普段履きにも仕事 C の方におすすめですね、メレルのシリーズ。あ、ただ靴底はこのね黒いやつがいいですよ。ここ黄色になってるのがあるんですが、あれちょっと硬いので黄色のやつよりはこのねあのメレルのやつがいいですね。ここが黄色じゃないやつおすすめ。絶対いるのが指輪き手袋、指輪き手袋、これ毎日同じの使ってたんで、まあ、洗濯をしてたんですがボロボロになっちゃいました。100均です、いいですよ、うん、いちいち着脱しなくていいし、うん、そしていろんなところでね指先使うことがあるので指空き手袋すごくいいです。おすすめというかこれ絶対いりますね。プラスチック製のスプーン、フォーク、ナイフのセット、よくファストフード店なんかでねもらえたりするんですが、これだとあの飛行機持ち込んでも金属反応しないですし、ちょっとスーパーで買ったヨーグルト食べたいなという時なんかにはねこれよく使えますね。便利だと思います。リュックの一番端っこに入れてたのがこれ、ね、雨具なんですよ。これ雨がっぱ、これは3コインズ、300円で買ったんです。雨がっぱもうね全然使わなくて、こっち毎日雨、まあ、あの雨季ですから絶対使うだろうな、雨でもまあしょうがないかなと思ってこれを持ってったんですが全然使わない。毎日晴れてましたで、もちろん傘も持ってったんですが全然使わなかったです。サロンパス、サロンパスです。今いろんな湿布剤があると思うんですが結構大きかったりするのでね、このコンパクトなサロンパスいいですね。結構筋肉痛になったりするんですよ、何時間も歩いたりすると。で翌朝治ってないと辛いですし、これを貼って、お風呂上がりにこれを貼って寝ています。メガネ問題です。旅先でのメガネ、それともコンタクトレンズにしようか迷いますよね。まあ写真も撮るしメガネじゃ嫌だという方はコンタクトがいいと思うんですが、割とねほこりっぽかったりするので痛いこともあるかと思います。私も最初はコンタクトをしてたんですけれども、やっぱりこっちメガネに変わりました。というのも割とね壁が白かったりして照り返しがあるとこう UV、 まあ目のところに UV が入ると色黒になってしまうというね調査結果があるということで、まあ、目を守りたいですし、このメガネは UV カットレンズプラスブルーライトもカットしてくれるので高機能なんですけれども、まああの格安のやつでこれを愛用していましたね。コンタクトももちろんいいんですけれども、結構これねあのなんか保存剤とかなんかいるじゃないですか、ケースとかもいるし、うん、そういうのをやめましたね。で日本で測ってもらったこの目の資料データ度数とかこういうのを一応ねメガネをちょっと作り変えることになっちゃいけないので念のため持っていきましたね。私はメガネ派で過ごしました。